その、まあ、言い方悪いんですけど、その僕中学生やって高校生やってって、それなりにその人生のレールには乗っ取ってたわけですよ。でその後大学生になったとしたら、多分その、無職って人生で一度もなってなかったんですよね。まあ、その僕その大学出た後その会社をやっていたりはしたし、それなりに収入もあったので、その収入の全くない無職の状態って僕人生の間で浪人の時1回だけなんですよ。で浪人の時って何かやらかすと警察官に呼ばれたり捕まったりするじゃないですか。で職業何って言われて、浪人生ですって言うと、クズとして扱われるんですよ。要ははいはい無職でみたいな。で要は人間は無職になった時社会からどういう扱いを受けるかっていうのって、僕多分浪人になってなかったらそれ分かんなかったと思うんですよね。いやその金を稼いでないという人に対して、その社会だったり警察官っていうのはどういう扱いをするかっていう、そのまあ多分それなりのレールの人ってそこに多分行ってなくて、大学生になりました、就職しましたっていうので、その社会に対するの人たちが無職に対する目線っていうのを知らないと思うんですけど、で僕はその浪人の時に無職に対する目線だったり社会に対するが無職に対してどう扱ってるかって分かったんで、あ全然いけるっていうのが分かったんですよ。別に無職でいいじゃんみたいな、世間体とかいらねえしみたいなっていうのが分かったんで、僕はそこでその社会はどれ、その自分のレベルっていうのがどれだけ落ちたとしても別に最後ホームレスで一緒っていうところの、その覚悟はできたんですよ。ただその一回無職やったことない人って、そのホームレスになることっていうのがなんかものすごい怖いことだと思っちゃうんですよね。なのでそのホームレスになってもいいやっていうその覚悟だったり、覚悟っていうことはきついことじゃないですけど、別にホームレスになってもそんな構わないよねっていう、そこら辺の気づきっていうのは若いうちに得られたのは良かったんじゃないかなと思います。